あの、ドイツの最初のビスマルクはですね、政治とは可能性の芸術である、えー、クンステアメクリヒカイ控えてんだと言ったってことが非常にまあ有名で僕も心に響くんですけども、あのー、ま、何が正しいとか、えー、何をやるべきかってことももちろん大切なんですが、それを実行できないと政治っては意味がない。ですから、例えばですね、連立政権の組み方にしても、えー、 エリオルギーとか政治的な傾向だけでなく、様々な組み合わせの可能性を追求すると。この可能性の芸術というのが大事だということをビスマルクは言ったわけですね。政策をまあ決めて追求していく中でもですね、例えば世論の動向だとか、その時の政治状況だとか、それぞれの関係する人の意向だとか、そういうことのパラメーターの中で、あの、起こり得る、メイクを控えてるんですね、起こり得る可能性を 追求していくと。それをうまく混ぜ合わせていくと。そして、えー、と自分の思いが、例えばこういう方向だというときに、それを、まあ、直接に訴えるということも一つのやり方かもしれません。も一方で、えー、例えば、えー、相手の意向をい、まあ、仲間聞いているようなふりをして、えー、その相手が動くことによって、自分の、えーまあ、意向も動かしていくという、こういうようなこともやっていく必要があると。これが、まあ、ビスマルクの、えー、可能性の芸術という言葉の基本的な認識だと思うんです。で 当然人生ってのはですね、どんなことでも政治的な側面があるわけですね。ここでいう政治というのは、まあ、インテナシアエティ、思考性を持ったエージェント、主体、まあ、そういう、まあ、主体がですね、えー、いろいろお互いに相互作用するときに、え、それぞれの思い、え、願いがある。それをどう、え、組み合わせて、え、状況が動いていくかと。このようなことを考えるとですね、これは例えば勉強もそうだし、えー、 仕事もそうだし、恋愛もそうだし、ああいうとらゆることが可能性の芸術としての政治的な側面を持つわけなんですけども、そこで偶有性というのが出てくるわけですね。偶有性というのは、 えー、規則的な予測できることとランダムな予測できないことが混ざった状態であると。えー、複雑系の科学においてはリアプノフタイムっていうのがあるんですけども、そのリアプノフタイムを何倍か超えたところから先はほとんど予測はできないと。えー、まあランダムな事象に近いということですねで。そのようなその複雑系な、えー、人生の状況において、 え、この可能性ということをいかに追求するかというのが、政治の一番重要なところであると。いうことで、え、ビスマルクは、え、そういう言葉を残しているわけなんですけど、私はこの感覚はですね、もっともっと我々は共有しなくちゃいけないし、え、我々の人生の中で、え、追求していかなければいけないんではないかなと、このように考えております。もう一件以上でした。